どうも、電撃オンラインの五郎です。12月6日に発売された PS4、Xbox One 用ソフト、アンセスターズ人類の旅をね、これからプレイしていきたいと思います。すごいね、私このゲーム PC 版どっかね、すごい気になっていて、まあ、なんといっても来年の抱負は私進化なので、ちょうどこのゲームにぴったりでございます。ということで、まあ初見ですけどね、早速やっていきたいと思います。はい、じゃあゲームスタート。これか。おお、アタシケット。ケットに名前つけんのこれ。自分の一族の名前です。はい、ケットの名前ですけど、沢田。沢田で行こう。私の一族を作るということで、いきなりの本名プレイ。要はあれだよね、これオープンワールドサバイバルゲーム初めてです。はい、私は初見なので完全チュートリアル込みで、性別ランダムがやべえだろ。オス沢田受けるな行きましょう。私の決闘はここから始まったわけですね。お、人類の夜明けにおける試練の数々を追体験。終わりのない旅。まあそうだよね、いきなり俺やられたついえるからね。あ、いいね。おー、なるほど。これひょっとして人に進化しないまであるのかな。壮大だな、なんか。おお、宇宙かと思ったら。おお、まあそうだよな、弱肉強食の世界で。え、うわー、お、俺かな。待て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 。お、すごい連携プレー。10-0。あ、助かったじゃん。あ、まあそうなるよな。えぐいな、この世界。2019年でよかったよ。うわ、嘘。ああ、ワニは、ワニ後ろ何もできないからね。分かってんね。アンセスターズ The Humankind Odyssey。 すげえ、こんな過酷な自然界を俺は生きていけるのか。え、俺魚スタートじゃないよね。お、俺はどういう、どれが、おい、危ない。え？うわあ、でかっ。え？あ、この背中に乗ってるのが俺か。
知性、感覚、呼ぶ。俺は感覚派だからね、知性はないよ。うわな、やばいやばい、めっちゃやばい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 、だめ、うわちょ待って、危険しかねえ、死ぬしかねえじゃんこれ。知性使うか、しょうがない、知性ないけど。 LS を動かさないよね。 RS で周囲を見て。怖っ。 RS これか。ちょっと待って、もうこ怖い怖い、呼ぶか、誰か助けて助けて、誰も来ねえ、もういいや行こう。え、これちょ待って、どこ行っても死ぬんじゃない、これ。助けて。知性、知性を使おう。よし、いやこっちやばい、え待って、安全なとこねえ、こっちか。オッケーオッケー、そういうことか。おい行けるとこねえじゃん、もういいや進め。あ、木登れんの、あんちゃんち。へえ。ジャンプしてから A 長押し。うわっ、どれか、いきなりこんな危機的状況で。行け、捕まれ、上に行けば安全だ。お前、木を伝って、木を伝えばヒョウとか登ってこれないでしょ。ここで調べてみる。ダメだこれ、発狂しちゃう。こっち行こう。いいや、もう行くか。え、どこ行けばいいのか分かんねえ。ここが危険なのしか分かんねえな、まだ。安全なとこないな。五郎さん、ちなみに調べるは手に持ってるものを調べるっていうコマンドなんで。あ、そうなんだ。今ずっとヤシの実調べてます。おい、常にもう、うわぁ、もう不安だからヤシの実ずっと持ってんだけど。これ武器になるでしょ。ヤシの実でぶん殴ればいいっしょ。よし、やべえ、うーわ危ねえ、わあ軽くなった、よし。しかも危機的状況抜けたと見た。これ怪しいな。え、あの、まあ、ヤシの実落としてもいいかもしれないですね。もう持ってかなくていい気がします。ん、落とす、ほい、俺の唯一の武器が。上行こう、上行こう、怖いから。お父さんやられちゃったからな。五郎さん、今この子は一族の群れからその連れ去られてはぐれた状態なんですよ。うん、で、まあ、あの、親は殺されちゃいましたけど、一族はどっかにいるんで、その一族のとこに行けばいいってこと。行けばいいっていう感じですね。あ、でも誰かいるよ。おい、人はいねえわ。あ、だから猿に見えた、草だ。これ猿に見えたんだけど。あ、トド。調べる。なんだこれは。この草はなんだ。家になるんだって。
家になるんじゃないこれ。やべえ、全然進化しねえ。あ、ひょっとして、いや、わかんねえな、まだ。あ、いや、蜂には勝てるよ。どうしよう、頭使うか、どうしようかな。あそこに行って、ここ行って、あ、いて、おお、蜂にも勝てねえの。いや、とりあえずこれいらない。おい、カモフラージュになったかもな。いや、どこに、あ、横タワーでとかあるんだ。いや、とりあえず感覚を研ぎ澄ませるか。ん、集中する。なんかすごいいろんなコマンド出るんだけど。あ、なんだあれは。行ってみよう。これか、なんだこれ。あ、これ食い物。どうした、何したか分かんない。匂いを嗅いで、なんかむせたよ。これダメでしょ。イエーイ、どうも、どうも。すげえ話進んだ。いや、だってそんな迎えに来てもらうとかゆとり教育じゃん。ダメだよ、一人で行かないと。ほらほらほら、お友達。親の力いきなり借りてるようじゃねえ、ろくでもない子に育つよ。親もいきなり最強の選手を目指してるから。すげえくんかくんかしてる。お、どうしたの、求愛。ダメだ、全然わかんねえ。喋ってくんねえかな。進化できるかどうか。まだ俺子供のまんま。とりあえず この草いらない、お父さんあげる。とりあえず状況に応じたアクション。俺子供のまま進められるんですかね。ね、あの、調べて何も出てこないのは明らかにおかしいんで。とりあえず横たわるか。眠る。まだ5時ですけどね。まあ俺知恵逆転してるから寝るわ。いや、俺、あ、ずっと芝居寝れるんだ。とりあえず寝るか。やっぱ俺夜行性なんで、夜行性なんでね、起きようかな。2時間しか寝てないじゃね。夜ですよ。この大人目線だよね。ついてきて。やっぱ俺ら子供たちで強くなろうぜ。親の力借りるのやめようぜ。行くぞ。